池袋ナウ浅川図です。チビリアンです。令和に入って初の、収録になりましたけれど、はい、まあちょうどいい機会だから、この、池袋ナウを振り返ってみるというか、はあ、この番組の立ち位置が今すげえあやふやな感じになってきたんで何年目でしょうね。いやいや、もう池袋ナウ10年ですよ今年。ミレニアム、いいや、ん、ミレニアムいいや違うだろ、ミレニアム、あ、ミレニアムは1000年だろアニバーサリーアホやな、相変わらずこいつは。いや、この間竜が如くの映像とか見てて、ミレニアムタワーっていうのが出てくるんですよ。そっからなんかちょっとインスパイアされちゃったんだ、はい、っていうことでね、まずね、もともと俺とチビリアンはケロログっていうね、ポッドキャストをやってる会社で、はい、先輩後輩として、一緒に働いてたんだよね、何年か、はい、でそのまま一緒にじゃあネットラジオやろうってやり始めたのが2009年で、でたまたまその時にその会社が池袋に引っ越すんで、池袋ナウっていうタイトルになったんだよね。安易なね、安易にそれから2人とももう池袋に関係ない生活をしてるんだけど、あれですよ、あのツイッターが流行り始めて、そうで Now ね、そう Now をみんな使ってて、っていう経緯がある。ちょうどほら、あのなんだっけ、広瀬香美がね、そうだ、ウイヒヒだっけ、なんかね、ちょっと勝間さんと一緒にこうなんか流行ってて時期だったんでね。あれがだから10年前ですよ。なるほど、年を取るわけですよ。年を取るよな、お互いなそりゃなでだ、本題はこっからなんですよ、うん、一応そのラジオのユニットとして10年やってますけれど、はい、結構曲も作ってるんですよ。で、チビリアンがその歌詞書いたり、その歌ったりしてて、で俺がその曲を作ったりしてやってるんで、うん、最近ね、池袋ナウを知ったっていう人も結構今ね増えてきてるんで、ここらで一発、俺らの曲を何曲かさ紹介しようかなと思ってるわけです。そうですね、うん、ラジオっぽいでしょ、ラジオっぽいいや、これがさ、そのもう一個の方の独身ナウの方でも一回その回を撮ったのよ、うん、昔だ、20年ぐらい前に一緒にやった曲とかを流したりして、一応そういうとこからスタートしてるんだよっていうのをね、ちょっとここ池袋ナウでもね、発表しておきたいなと思って。はい、ぜひ。ということで、じゃあまずは1曲目は、僕の飼ってるねみーちゃんっていう猫がいるんですけれど、はい、その猫を歌った、曲をね、PV も作ってあるんで、そのまま流しますんで、ぜひ聴いてみてください。名前呼ばれても振り向いてあげにゃい、気安く触らにゃいで、にゃ眠いにゃうるさいにゃ構わにゃいで、あれお出かけ、ドアの閉まる音、にゃんで私は連れてってくれにゃいの、にゃもう知らにゃい、知らにゃいんだから、勝手にすれば、もう4時もう5時もう夜、いつ帰ってくるにゃ、一匹は寂しいにゃ、お星さまちらり、涙がほろり、そしたら聞こえたドアの開く音、にゃーおかえり、すりすり落ち着くにゃ、名前呼んでムフムフして、やっぱりそばにいてほしい、にゃ眠いにゃおやすみにゃ隣にいてにゃ。はい、ということで、聞いていただいたのはみーちゃんの歌、池袋ナウでございました。はい、これなんかちびれん思い出ある？
いや、そりゃこれ結構かなり思い出あるというか。これもうでもね、7年前なんだよね。私これすっごい早く作れたんですよ、メロディーも歌詞も。そうだよね、すぐ送ってきたもんね。そう、朝カーズさんから音源もらって、うん、よしってなって多分、うんうん、本当に数時間ですよね多分。そう、出来上がって、まあ池袋ナウ名義では一番ヒットした曲なんだよね。なんかみんなからみんなの歌でいけるとかコメントもらって、あの IT メディアの人も絶賛してくれたりしてたからさ、ありがたいですな。まあだからこっからね、結構そのなんだろう、池袋ナウオリジナルソングみたいな、結構それまではさカバーとかやってたりしてたんだよね、うん、でまあ後々出しますけれど、まあそういうこともあって、ちょっとじゃあこのなんだろうな、童謡っぽいというか、はい、この猫をテーマにしたりするような曲をやってみようって感じになったんだよね。うん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 。これで確か2012年だから、まだ俺が池袋にいた時なんだよね。うん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 。そうそう、だからいや、そう考えるともう7年経つのかってのは早いよな。早いですね。あの頃まだ歌ってたんだなって感じですもん。そうだよな、イベントやったりしてな、イベントやったり、だからほらあの今さぽっちゃりキャラの YouTuber でほら有名になっちゃったじゃん、あの人ココアちゃんですよね。ココアちゃん、ココアちゃん、うんうん、いやもう今ね、うんうん、ぽっちゃり系 YouTuber として普通に有名じゃん。いや本当にもう本当にありがたい。あのでバナナマンのテレビとかに出たりもしてるしさ。そう、私のイベントにも昔出ていただいて、そう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 、本当にありがたい。いやー、YouTuber 向きだなと思ったわ。本当に、ね、上手。すごいよね。本当に。いや、なんかだからぜひまたな、いつかコラボしてーなと思うんだけどさ。うん、ちょっとじゃあ言っときますね。ねえ、さすがに大食い対決は俺、もう、堪能取っちゃったからできねえけれど。優しい料理で対決になったらいいけど。なんかあえて、ココアちゃんの素顔を聞くみたいな。ああ、なんかだから、ね、その振り返ってもいいよね。そのどういう生き方をしてきたのかね。うん。それも楽しいですよね。いやー、すげーと思うよ。あの人もだから、ああいうキャラをもう10年ぐらいやってんでしょ、うん、?10 年どころじゃもうないと思いますけど。すげーよな。そういう、まあプロデューサー的なこともあの人やってるからさ。うん、まあその辺の話はまあちょっとね、聞いてみたいなとは思うんですけど。はい。あとじゃあね、2曲目は、もう一匹ね、うちにはオットアイ君っていうね、これは実家の猫なんですけれど、うん、まあそっちの猫の曲も歌っていただいたんですよ、これが、はい、これがでもね2014年ぐらいだからもう4年経ってるんですよ。まあ、そんなか、もう少し前かと思った。あ、4年じゃねえ、5年だ、5年、5年前。ああ、すごくない？5年前だよ、うん、もう5年前。おお、早えな。今毎回早えなって言ってるけどさ。感想が一緒。一緒なんだけど、いつも早えな早えな言ってんだけど。まあちょっとね、じゃあ聞いてもらいましょうか。はい。池袋ナウでオットアイ君の歌です。どうぞ。おめ。脅しちゃうオットアイ、もっといいとこ見せるにゃ、このタワーの上からじゃん。ねえ見てて、それあらあら着地失敗、おっとっと、もぐもぐもぐ、
はい、ということで夫愛くんの歌聞いていただきました。はい、これもまあ、みーちゃんの歌とね似たようなテイストで作ってありますけれど、でもねちょっとね、うん、男の子っぽくしたんですよ。あ、そういうなんかボーカルの工夫があるんだ。声はみーちゃんよりは、うん、男の子っぽく歌ってんですよ。全然俺そういうの分かんないんだよね。でなんかどっちかっていうとおたえくんの方が弱かったじゃないですか、みーちゃんより。まあ、未だに弱いけどね。なんかそれをうまく表現したくて、この頼りなさそうな感じのとろい感じをちょっと表現したんですよね。これはだから一回ねちびりんうち遊び来た時にそのおっとやくんとね会いましたけれど、まあ、逃げまとってましたけど、でも最終的に触れたんで私は。そうそう、いやまあだからね来た回があったんじゃねえかなと。そう、私は浅川さんに猫マスターっていう風にもうもらってるんで、結構逃げないんだよねちびりんは。そのの、まあほら前一緒にさなんか野良猫を 見に行った時も平気だったもんね。平気でした。なんかこうあるんだろうな、猫の方でもこいつは平気な人間だっていうのが出てるんだろうな。うん、幼馴染の家の猫も、うん、絶対人来たら逃げんのに、うん、私はもう触れるんですよ。猫マスターだな。いわゆる猫マスターだな。やった。猫マスターの称号をね。称号を手に入れた。あ、まあこうやってさ曲も猫の曲も作ってるわけですよ。そうですね、猫マスターにふさわしい出来の曲だったんじゃない。そうかも、やったぜ。っていう感じでね、まあ猫のね曲も作ってもらったんですけれど、はい、今までさそのチビリアンはそのまあライブとかやってまあ俺も見てきたけど、結構ほらアニソンのカバーとかもやったりしてたじゃん。やりましたね。なんだっけ、マクロスフロンティアとか、ね、いろいろ歌ってました。いろいろそうか歌ってたか。で一時期ほらバンド編成の時もあったしね。ありましたありました。なんか本来はあんな、うん、なんつうんですかね、みーちゃんの歌とかおたえくんの歌みたいな声質で歌ってるわけじゃなくて、そう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 、結構なんかこの身長からそんな声出すんだみたいな。まあ結構張った声というか元気な感じのね感じの声で歌うんですけど、うん、っていうのをまあ今までやってたけれど、まあ、今回この猫のキャラクターに合わせて歌えるんだぞっていうね、はい、なんかなんだっけな、うん、私がなんか歌ってみたをあげた時に、ああ、浅川津さんが、はいはい、お前こんな声出せんのかみたいな、なんか一時期ニコ動にあげてたんだよな。そうそうそう、カバーをな、いろいろ。そう、それを私はだから YouTube に移動しようとしてるところです。今か。何年かかってんだよ。10年ぐらいかかってんじゃん。遅。いいまあだからね、ちょっとまあいつこれまたね公開するかわかんないですけど、チビリアンの方でも個人のねチャンネルの今準備をしてるらしいんで。はい。そのなんかいろいろな料理動画をやりてえとか前から言ってたし、なんだっけ、ね、ASMR？ それはでも本当にアイデアレベルかまだ。そう、ポッと出ただけです。っていう感じなんですけれど、でまあね、その昔ねよくそのカバーしてたっていう曲もねちょっと一曲あるんで、それを今ね出してみたいなと思うんですけど。はい。化け物語の戦国なでこっていう、花澤香菜が、キャラクターをやって歌ってる曲があるんですよね、うんうん、でそれ恋愛サーキュレーションっていう曲なんですけど、それをカバー何個かしたことがあったんで、それをちょっとじゃあ聞いていただきましょう。せーの、心はつかするよ、もっともっと。恐れてただけど、あれなんか違うかも。千里の道も一歩から、石のように硬いそんな石で、塵も積もれば大和なでしこ、死ぬ気で癒し抜きで、ふわふわりふわふわる、あなたが名前を呼ぶ、それだけで宙へ浮かぶ、ふわふわるふわふわり、あなたが笑っている、それだけで笑顔になる、神様ありが
進化するよもっともっと。そうそんなんじゃやだね、そんなんじゃまだ私のこと見ててね、ずっとずっと。はい、ということで、聞いていただいたのが戦国なでこで恋愛サーキュレーションでございました。はい、これはやっぱりあれ、その花澤香菜ちゃんにこう寄せてった感じなの？あんな天使のような声に寄せるなんておこがましいので全然そんなことはなくて、ただ私の普段の声で歌ってしまったらあの曲の雰囲気を壊すんですよ、うん、まあ違うわな。そうなので、まあ、ちょっとその当時ね、うん、アニメも好きだったし、うん、なんかいろんな声出んだねとか言われたし、はいはい、声優っぽい声質だねとか言われたこともあった時だったので、はい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 、まあいいや、いろんな声で歌ってみようかなって思って、ああいう声で歌ってたんですよね。大体でもさ、みんなこの曲カバーするときやっぱそうなるわな。なるなる、その曲調的にね。いやもうだって合わないでしょ多分、あれをのぶとく歌ったらそうだね、まあヘビメーターバージョンみたいなのあるかもしんないけどな、ジャキジャキのやつはな。うそう、でもまあそう、歌詞がめちゃくちゃ可愛いからね。可愛いからね。しかもなんかあれってその、うん、音取り難しくて、なんか若干ラップみたいになって、そうそうそう、ラップ調のところがあるんだよね。はい、だから言葉数は結構多いんだよね。多いです。あそこを普通の声でっていうのがなかなか難しくて、あれ確かにさ、あそこの部分が可愛いんだよ確かに、花澤香菜のそのラップ部分が、うん、いやそれはすげえわかる。そうだからね、あそこ難しいんですよ。いやだからね、花澤香菜のライブでもやっぱこの曲のイントロが流れるとわーってざわめくんだよね。あれだってほんと可愛いっていう感じで、まあ今ね3曲聴いていただきましたけれど、はい、一応ね、まあ
今準備中のカバー曲も実はありまして、うんうんうん、チビリアンが、ね、ちょっと喉を痛めてたんで、それが復活次第歌ってもらおうかなと思ってるんですけれど、はい、まあパフィーの曲なんですけど、謎ですよね、ここに来て突然のパフィーの曲を歌ってくれと言われている状況、うん、俺ね、なんであの曲選曲したんかなと思ったら、歌詞の中に平成っていう言葉が出てくんだよ。うーん、でなんとなくさ、俺の中で、あ、平成終わるからそろそろなんかちょっと平成っぽい曲カバーしようかなと思った時に、うん、あの曲はさ、そのパフィーのアルバムのファーストアルバムの1曲目の曲なんだよ。で俺当時ね、アルバム買って、あ、すげえ曲、他の曲もいいなと思って、そのなんだ、アジアの純真以外も、あれパフィーってそんな前、あ、それじゃあ知らねえよな、その頃な。でもアジアの純真は知ってますけどね。あれだって本当に95、6年でしょ。いや、だからそんだけ時間が経ってるわけよ。はあ、そうっすか。だから本当に平成の最初の頃だよね。だから俺の中ではパフィーってすげえ平成のイメージがあんの。まあだから、まあ今注文しちゃうけど、あそこを令和に変えて歌ってもらおうかな。平成を生き残れるのはの部分を、令和を生き残れるのはっていう。すげえ突然急遽。だって令和になっちゃったんだもん。依頼されたの令和になっちゃいましたけれど。平成間に合うかな、間に合うかなと思ったけど間に合わなかったからさ。じゃあ令和でいいやと思って。あれだ、ほら、令和って言ってくれねえと令和にできねえしさ。まあまあまあね。うん、そうそう。まあ、その曲を、得する体っていう曲なんですけれど、まあ、ダイエットみたいな曲でもあるんだよ。うん、で、俺は、ダイエット、まあ、胆の取ったから痩せたってもあるんだけど、うん、一応ね、1年で10キロ達成しましたよ、マイナス10キロ。おめでとうございます。うん、だから、なんだろうな、曲をこうピックアップしてみたんですよ。うんうん、あ、いや、もうそうだよな、今日この収録もさ、令和入っての収録だからさ、はい、こうどう、池袋ナウ的にこの令和の目標みたいなのはありますか？なんか、うん、細く長く本当にな、俺らはこの番組は本当にそういう超マイペースでやってきたから、なんだろう、私もそのこの10年の間に様々なことがあり、そうだよ、結婚してな、そう、結婚もして環境も変わって転職もいっぱいして、それなのに変わらずに続けられているものなんですよ、うん、10年な、10年、これってすごくて、いや、だってさ、それはもう俺が東京から離れた段階で終わる可能性だって十分あったわけだしさ、あったあった、今でこそこうやって、まあ、スカイプとズームのボイスレコーダーで、まあ、これはだから独身ナウもこの方式でやってるからさ、うん、これをだから池袋ナウを続けてなかったら当然独身ナウも生まれなかったから、うん、これはやっぱり本当に続けたもん勝ちなんだよね、続けてよかったんだよ、うん、俺たちは本当に途中ね、なんか本当危機ありましたけど、あ、もう全然取らねえ時あったけどあったし、あったけど本当に細く長くやれてよかったし、これからもやっていきたいなって思ってます。そう、まあだから今ね、本当相乗効果でどっちの番組も聞いてもらえる感じの状態になってきたんで、はい、うん、あ、そうそう、だからそれもちょっと一個言いたかったんで、ちょっとコメントでさ、女性に対してお前とか言うの失礼じゃないですかって言ったんだけど、そういうことだから、もう10年以上の付き合いで先輩後輩っていうのを経てのラジオをやってるんで。そうなんです。あとね、受け取り手側の問題なんで、うん、っていうのはありまして。一応、まあね、一回り違うしね。そう、だって、そんなこと言ったら散々いろいろ今までおっぱいだったりなんだったりたくさんセクハラまがいの、そういう、そう、セクハラまがいのトークだってすごいしてきてるけど、私がセクハラだと思ってないから、VR の回でもめちゃくちゃ気丈位とか言ってたもんな。 AV の話とかだってされちゃってるわけじゃないですか。そりゃだってな、もうそういう池袋にはそういうテイストでやってきたし、初期の頃からコンドームの話とかしてっからね。してたしてた、なんかそこで関係が築けるんですよ、人間というのは、うん、そういう下ネタを話して、あ、こいついけんなって思われたもん勝ちなんですよ。
でもそうなんだ。俺らはだからもうそういうことを話せる友達っていうことをそのまずね先に理解してくれないと、はい、なんか本当ラジオパーソナリティみたいな感じだとなその態度は何みたいな感じになって、うん、だ別にだからチビレアンはアシスタントじゃないんだよ。そうなの、アシスタントじゃないの対等の立場で喋ってるからそう構成作家じゃないから。そう、それだけちょっとねあの最後に付け加えておこうかなと思いましたはい。ということで、まあ、ちょうどねいい時間になってきたんで、はい、そろそろ、まあ、締めますけれど、はい、まあ、これからもね池袋ナウはねこんな感じで、まあ、大体週1更新ぐらいのペースでやっていきたいなと思いますんで、うん、はい、これからもね末永くよろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録お願いします。